日本ハムの鍵や洋平投手33が今季限りで現役を引退することが4日分かった近日中にも球団から正式発表される12年ドラフト同期のドジャース大谷翔平投手30とは公私ともに仲が良く16年には共に日本一に貢献19年途中にトレード移籍した巨人でもリリーバーとして20年のリーグ連覇に貢献した 北海道七重町出身で地元ファンからも愛された男が、12年間の現役生活に別れを告げる。大谷と共に黒の門を叩いた鍵谷が、一足先にユニフォームを脱ぐ決意を固めた。今期は育成契約で5年ぶりに古巣復帰。2軍で若手と共に汗を流し、若い子もみんな意識高く練習するし、本当にいいチームになったよね。少なからず、 小平の影響もあるんじゃないかなと語っていたベテランが人生の次のステージに進む。北海、中大を経て12年ドラフト3位で日本ハム入団。真面目で面倒見の良い性格から同期入団で4学年後輩の大谷にも慕われ、当時の栗山監督からは私生活のサポート役を頼まれた。日本中の注目を受けた入団1年目には、一人では行けないからと、 コンビニにもついていくなど兄気分的な存在だった大家の二刀流で湧いた16年にはセットアッパーとして10年ぶりの日本一に貢献19年途中に巨人へトレード移籍したが20年にはチームの V2 に大きく貢献した近年は度重なる故障で急速が減速昨オフに巨人を戦力外となるも育成で再スタートした 7月24日には支配下復帰を果たしたが、ここまで一軍登板はなかった。現在も大谷とは講子ともに仲が良く、20年オフに鍵谷に第一子が誕生した際には大谷からファーストシューズを贈られたという。大谷が当時契約していたメーカーの特注品で、娘の名前が刺繍されていた。何か記念に残るお祝いを贈りたいです、と言ってくれて。嬉しかったよね、と鍵や。 今も、家宝、として自宅に飾られている。12年のドラフト同期で、現役を続けるのは大谷一人となった。周囲には、正直、入った時にはここまで続けられるとは思っていなかった。人に恵まれ、幸せな時間でしたと話しているという。どさんことして地元ファンにも愛された男が、戻ってきた北海道の地で現役生活に幕を下ろす。鍵谷洋平。 鍵屋洋平、1990年、平に、9月23日生まれ、北海道出身の33歳。北海では3年夏に甲子園出場。中大から12年ドラフト3位で日本ハム入団。1年目の13年4月14日のオリックス戦でプロ初勝利を挙げ、北海道移転10年の節目に球団では土産子として初の勝利投手となった。 19年途中に巨人へトレード遺跡。1メートル78、86キロ、右投げ右打ち。妻は女優の青谷優衣。